どうも、みぽたぽたです。今日は恋愛相談質問コーナーをしていきたいと思います。はい、久しぶりにちょっと恋バナ系の動画になります。みんなに事前に恋愛についての相談とか質問をインスタで募集したので、送ってくれた方ありがとうございました。じゃあ早速読んでいきます。やっていきます。女子大に通ってます。彼氏が欲しいのですが、本当に出会いがないです。どうしたらいいでしょうか。いや、みぽめっちゃ思うねん。なんか出会いってさ、居酒屋でバイトするのが一番いいんじゃない。なんか20歳とかそれぐらいの子やったら、居酒屋とか焼肉屋さんでバイトしてる人って結構同世代の子が多い気がするし、メンズも結構いるイメージやから、居酒屋と焼肉バイトが一番出会いあるんじゃないかなって思う。アミパはクレープ屋さんとかでしか働いたことないから分からんねんけど、それかなんか他の大学の文化祭とか行ってみては。どう？好きな人に彼女ができてしまって、諦めて別の人と付き合い始めてたけど、忘れられないです。まあ確かに好きな人に彼女ができたら新しいのに行くのはまあ正解ではあると思うし、その人を大事にするしかないじゃないかな。忘れようと思ってる方がやっぱ忘れられへんから、考えるなとは言わんけど、まあ、無理に忘れようとせずに今の人を大事にするべきじゃないかなと思います。彼氏の LINE が塩対応に感じて苦しい。あるあるやな。みぽも10歳じゃない、みぽも10代の時に結構そういうので悩んだことあったけど、やっぱ調べたら調べるとこがなちょっとあれなんですけど、男の子ってやっぱ慣れちゃったら素に戻っちゃうらしいから、もう多分それが素やねんな。この子は俺の彼女だから何してもいいって思ってるとこはあるかもしれんけど、まあ、それはうざいからマジでこっちも冷たくしちゃったらいいと思うけど、そういう時は。でもほんまに興味ないとか好きじゃなかったら多分返しもしやんし、 LINE 終わらせたりもするやろから、まあ、塩対応に感じちゃっても、あ、これが素なんかって思えたらいいよな。可愛いペットっぽいゆるキャラって言われて男として見てもらえません。助けて。え？でもそういう人ってさ、やっぱりさ、ギャップの見せ所が一番悪くない？え、こんな男らしいところもあるんだって思わせるチャンスは一番あると思うんだけど、どう？でもそう言われたらみぽもめっちゃこれ言われるけど。え、ちょっと待って、みんなに女の子として見られてないかな、みぽも。じゃあ頑張ろう、一緒に二人でご飯行こうよとか誘っちゃったり、でそのご飯行った時にすごい男らしいとこ見せちゃったり、二人の時は男だぜみたいな感じに出してもいいと思います。頑張ろう、一緒に。ニポタポタちゃんは束縛とかしますか？毎回重いのが原因で振られちゃいます。あー、多分ニポタポタちゃんはね、束縛はしないですね。いや、気持ち焼いたりはするかもしれんけど、まあ何々すんなとか何々すんなとかは言わないタイプ。でも重いの可愛いと思うけどな、それぐらい好きってことやのにな。なんか友達の時間も大切にさせてあげて、仕事の時間も大切にさせてあげて、自分の時間も大切にしてもらうっていう、その3つ、家族もね、全部のその充実させる項目を塞がなかったら別に不満に思うことはないんじゃないかなと思うけどな。だからそれでなんか女と遊びたいとか言い出したら、いや、じゃあ遊べよ、じゃあ別れてから遊べよってなるやん。だからそういう感じなんやったら、もう重くなりすぎるっていうのが全然この子の方が正しいと思うけど、まあそういうのじゃなかったら、まあ、友達とか会わない時間の向こうの他の楽しみも大事にしてあげたらいいかなと思う。仲良い子の好きな人が悪評なんだけど応援した方がいいかな。これは応援すべきですね。やっぱ好きな人ってできたらさ、第三者の意見って頭に入らんやん、多分。もう仲良い子なんやったら、もうその子の好きな人のことはもうちゃんと肯定してあげて、もしその子が付き合って悪いことされて別れたとしても自分がいるんやから、別に悪評ってだけで別にほんまに悪いかもわからんし、影響されるけどさ、実際噂と関係ない時もあるから。絶対に、うちも友達の彼氏めちゃめちゃ苦手やったの時あるんですけど、でもそれでも仲良くしてたよ。好きになる人みんな変態です。男はみんなそういうことしか考えてないんでしょうか。いや、なるほど。変態ってどういうこと？みんなそういうもんなんじゃないんですか？男の子だけに限らずさ、まあ、男の子はそういうイメージはあるかもしんないんですけど、なんか下ネタ振ってきたり、めちゃめちゃどぎつい下ネタ言ってくる人に対してはみぽも白い目で見ちゃうし、死んだ目で見ちゃうんですけど、好きな人には触れたいとかあるじゃないですか。わからんけど、
でもなんか自分のこと好きじゃないくせに手出してくる人はただのクズやけど、そこまでしてこようとしない人は別に変態に部類されへんと思うからあれだけど、どうなんでしょうね、その変態のレベルがわからんからあれやけど、第三欲求のその一つが高い人と低い人は多分いるけど、違いはあるけど、まあ全員が変態ってわけではないと思います。リコちゃんの付き合う条件なのに、なんやろ、自分のことを全力で好きな人かな。全力で好きな人、多少ちょっと自分のことで落ち込んだり喜んだりしてくれる人がなんか愛おしいし、なんか好きってなる。こっちもリコちゃんだったら学校の先生好きになったらどうする？他の生徒と違うオーラを出す、私は違うんだよっていう感じ。いや先生との恋愛めっちゃ良くない？いやめっちゃいい。女子校に通ってるからか、男子が怖いしキスとか想像すると気持ち悪くなっちゃう。なるほど。いやでも多分ね、好きな人がおらんからってだけで、多分好きな人やったら全然何でも許せちゃうと思うよな。好きな人ってなんかフィルターかかるから大丈夫。 LINE でめっちゃ会話するんですけど、学校になるとクラスも違うし喋れなくてどうしたらいいですか？なるほど。みこがしてたのは LINE してて、でも喋りたいなって思った時はその人のクラスの友達に遊びに行く、行って自分の存在を証明して、目合ったら、あ、気づかんかったみたいな感じで、あ、ヤッホーみたいな感じで、そう、ちょっと知らんふりして、でその人の視界には入るようにしとけばちょっと気になってくれるんじゃないかなと思う。うわー、 LINE で会話してるってことは仲良くしたいってことやから自信持って。みぽちゃんだったら気になる人に初めて送る LINE なんて送る？みぽです。か、あえてよろしくお願いしますっていうスタンプだけか。今年で20歳になるんですけど、10歳上の人との恋愛はみっぽちゃんはどう思いますか？え、全然いいと思う。親が10歳差結婚なので私は余裕です。10歳下はさすがに10歳になっちゃうから難しいんですけど。彼氏いるんですけど、馬先の先輩にいつでも彼氏に準備できてるって言われました。それはドラマですか？言われたい。いつでも彼氏になる準備はできてるぜ。男性と出会いがないんですが、皆さんどのように出会ってるのでしょうか？居酒屋のバイトです。また会おうって言って次誘うまでの期間はどれぐらいのがいいですか？2週間かな。まだ付き合ってない人で会いたくなるのは多分2週間ぐらいかな。2週間でお願いします。推しに連呼してしまいました。それっていいと思いますか？え、全然いいと思う。みやここじらせて、真の一回してるのファンだけど同じ人間を好きになったわけじゃん。いや、そういうことよ。同じ人間を好きになっただけなんですよ。多分気持ちはさ、めちゃめちゃ強いと思うね、リア子って。だから素敵だと思います、私は。めちゃめちゃ。デートで手をつなぐときはさりげなくつないだ方がいいですか、それともつなごうとかですか？うわー、それはいや、うん、絶対さりげなくやな。あ、まあつなごうってワンちゃんみたいに言うのは可愛いけど、まあ、普通にさりげなくつないだ方が女の子はキュンってすると思います。リポちゃんって気になる人からいた、あ、リポちゃんって気になる人がいたら自分からグイグイいけますか？好きなタイプは？あ、これ毎回答えてんな。わからん。いやでもね、もうね、あれだわ。いや、やっぱ尊敬できる人かな。尊敬できる、清潔感がある、頼りになる。見た目は黒髪が好きです。よろしくお願いします。あとはみっぽのことが好きな人が好き。まあこれぐらいかな。はい、ということで以上恋愛質問相談コーナーでした。久しぶりにね恋愛の話をしたのであんま分かんなかったんですけど、恋してる人、彼氏いる人、彼女いる人、皆さん頑張ってください。ってことで今日は最後まで見てくれてありがとうございました。バイバーイ。